はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の英語アルファベットを覚えよう小文字編をお送りします。ということで、前回ね大文字やりましたので、今回小文字やっていきます。で、今から A からね順番に書いていきますので、ぜひね覚えるのに使ってみてください。じゃあ早速ね行きましょう。で、前回大文字でもやったように、英語は視線といって、この4つの線が1セットになります。で、基本的に上から3番目。ここが、ま、地上だと思ってください。イメージは1階だね。では、2階、3階と地下1階に分かれてるんですけど、大事なのは、どの場所に書くかっていうのがすごく大事です。で、小文字の方がめんどくさいです。大文字よりも。なぜかっていうと、大文字は全部2階建てなんですよ。ここの上の2つの幅。ここに全部入るんですけど、小文字はそこの2つの幅だったり、地下1階まで行っちゃったり、2階までしか使わなかったりとか、結構形の大きさが違うので、そこに気をつけながら見ていってください。では行きましょう。まず A からです。で、ちゃんと書くんだったら A は2階ね、こう書いて、ごめんちょっとね曲がっちった。で、こうですね。そう、だからお腹書いて縦に1本っていうのが A なんですけど、まあ、ちゃんと書くならね。ただ、自分は基本的には形が合ってればいいと思ってる人間だし、できれば一筆書きで書いてほしいんです、英語。その方が早いんでね。もちろん書いていいんだよ。こう、二回、ふん、ほって、二画書いていいんですけど、こうやって、つなげて書いちゃっていいです、こういう感じで。ただ、みんながね、その中学校一年生の最初のテストの時、みんなが受けてる先生が、やめなさいと。ちゃんと、1。2で書きなさいっていう先生だったらそっちで書いて。これテスト罰食らうかもしんない、こっち。ただ、その後の勉強ね、まあ、視線もなくなってくるからさ、この普通に書くときにこっちで書いても絶対罰食らわないです。一筆書きで書いても。これは、高校受験とか、その時でも問題なく使えるから、いいかな。で、B 行きます。で、B は、3階からですね、まず下ろしてくる。で、一筆書きで書いちゃうね。で、右に、お腹が膨れます。こんな感じで。これが B です。で、C は簡単。ちっちゃくなっただけです。ここね。もともと大きかったんだけどね。C。で、D は、まず、左側にお腹を書きます。こうやって。で、一筆書きでいっちゃうよ。そのまま上まで上がってきます。で、自分はそっからこうやって下ろすと尻尾を出しちゃうんですけど、こんな感じ。これが D。で、二画で書くんだったら A と同じです。お腹を書いて、上からピッて下ろしてくればいい。1、2って感じね。自分は一筆書きで書いちゃいますけど。で、この B と D は気をつけてください。ここすごくミスります。ここ。ここ気をつけてね。まあ、気をつけるマークがわかんないけど。逆になる、結構。こっちが B で、こっちが D みたいな間違いが起こるんで、まあ、覚えやすいかどうかわかんないんですけど、こう BCD の順番になってるとき、C がお腹で挟まってるイメージです。いい？お腹ね、B と D のお腹でブッて挟まってるでしょ。その順番で覚えておくと、まあ、最初の頃は思い出しやすいかなと思いますので、まあ、もしよかったら使ってください。で、次 E ですね。E は、この1階と2階の間から始まります。いい？間から横に行って、で、上にカーブして曲がってきて、こういう感じ。これが E です。で、F です。F は2階と3階の間ぐらい。この辺から傘みたいなカーブを描いて下まで降りてきます。で、横にピーッと書いて、これで F。で、G です。G は小学校の算数で使ったグラムにすごく似てるんですけど、こっから頭みたいの、まあ、お腹かな、まあ、書いて、下まで降りてきて、この辺で戻って終わりです。っていうかな？グラム。グラムじゃない、G。で、次、H ですね。H は3階から来ます。キリンみたいな形とたまに言われますけど、下まで降りてきて、こういう感じで、山ができる、1個。これが H。A, B, C, D, E, F, G, H。で、次、I ですね。I は、ここに縦の棒が1本来ます。で、上にちょっとぐるぐるって書いてますけど、この辺に丸をつけて、これで I です。で、次 J ですね。J はもともとひらがなの C の反対っていうのが大文字で、こっちなんでしょ？左カーブ。で、同じ左カーブなんですけど、スタートがこの辺から始まって、下まで行ってここです。
で、I と同じように丸を1個書いてください。これが J。で、K は大文字の K と形が似てます。スタートは同じです。上から降りてくる。で、大文字は3階からシュッ、シュッって感じだったんですけど、小文字は2階からシュッ、シュッとなります。形に似てるんですけどね。で、次、L です。L はすごく簡単で、3階から縦の棒を1本下ろしてくる。L ね。で、次、M は、算数でいっぱい使ってるメートルです。だから、こっからこう来て山を、こうやって2個書いてください。で、次の N は、その M の山が1個になったのが N です。まあ、前回もやりましたね。この3つ、読み方混ざりやすいんで気をつけてね。書いておこうか。L、M、N ね。これ気をつけてください。次、O ですね。まあ、右入れちゃうかな。O は、もともと大文字の方がちっちゃくなっただけで、それが2階で止まります。止まるというか、ここだね。O。ちょっと P 入るんですけど、P と Q セットで書きたいんで、こっちに行っちゃいます。で、P も大文字に似てるんですが、もともと、まあ、3階からこうやってね、P を書いてたんですけど、それが1個下に降りる感じ。スタートが2階からで、地下まで行きます。こうやって。で、一筆書きで書くんだったら、戻りながら頭を作る感じだね。こう。これが P です。まあ、もともとの P 似てますね、形としては。で、Q は、この P の反対です。鏡に映った感じ。まあ、B と D に関係が似てますけど、同じように、左にこう、頭が来て、下まで下ろします。これ、P と Q です。で、次、R。R は、この2階からスタートして、こう来て、戻りながら屋根がつきます。こういう感じ。屋根。で、これ気をつけないといけないのは、例えば、ちょっと汚く書いちゃった時に、急いでね、ちょっと上でいいか。ふーみたいな。書いちゃうと、これ、N じゃないんですかみたいな。先生が言う人がいます。長すぎちゃって、ここが。それで、N か R かわかんないから、はい、×です。みたいな。いうことが結構あるので、いい。長く下まで行っちゃダメだよ。N と待ち、これちょっとね、間違われてしまうので気をつけましょう。で、次 S です。S はもともと大きいのがちっちゃくなっただけ。それがこっからスタートして、カーブを2個入れてください。で、T は、全部上から行きません。このま、2.5 回ぐらいかな。の場所から縦に1本下ろします。で、ここに横に書いて、これが T です。ちょっと十字架みたいな形になりますね。で、U。U は、大文字と形が似てるんですけど、まあ、ちっちゃくなります。で、こう書いて、大文字の U ってこのカーブだけだったんですけど、下ろします。こうやって。必ず下ろしてください。こうカーブして下ろす。しかもちっちゃくなってるけどね。大文字よりも。これが U。で、この後はですね、かなり簡単です。もともと大きいのからちっちゃくなっただけで、次 V ですね。大きかったのが、こうなります。ちゃんと書くなら本当はこうなんですけどね。俺は一筆書きで書いちゃうんで、こうやっちゃいます。V。で、W も同じです。大きかったのがちっちゃくなります。こうですね。俺も本当はトン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 なんですけど、一筆書きの方がいいと思う。個人的には。で、X も同じです。大きかったのがちっちゃくなるから、こう。で、この流れでね、全部言ってくれればいいんだけど、Y だけちょっと空気が読めなくって、Y は、こっから、こうなって、本当は、こうでしたよね。だけど、斜めで突っ切ります。これが Y。で、Z はね、空気読んでくれてて、ちっちゃくなったまんまです。これで OK。で、前回動画のコメント欄だったかな？自分はね、こう、V、W、X、Y、Z って書きましたけど、確かにこれね、B って読むんですよ。Z も Z って言うんですよ。そう。で、一応、その、まあ、なんだ、小学校とかで習う歌とかでは、やっぱり V と Z がまだ多かったりするので、一応そっちで読みました。ただ、学校で習っていく中では、やっぱりちゃんとした発音で変わっていくので、もしかしたらね、学校の先生と習った音が違うっていう。こともあるかもしれないんですが、まあ、そこはそういう読み方もあるんだっていう、まあ、なんか臨機応変にね、捉えてもらえたら嬉しいです。
まあ、ひとまずこれでね、大文字小文字が終わりましたので、この二つの書き方でしつこいんだけど、最初のテストをクリアするまでは、絶対に書く場所も覚えてください。三階建てなのか、それともね、二階まででとことか、二階までで止まるのか、地下まで行くのかとか、かなり細かくチェックされますので、で、それを乗り切ったら、あとはまあちょっとね、自分で崩しながら書いても構いませんので、まあ、もちろん汚すぎたらダメだけど、まず最初の段階は大文字小文字しっかりね書けるように練習しておいてください。では今回はねこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。